皆様こんにちは。大阪府議会議員の西村光と申します。この度映画恵みへの誓い制作にあたり応援メッセージを一言申し上げます。拉致問題、この問題は国家最重要課題でありますが、未だ進展を見せておりません。この拉致問題が一番注目されたのは2002年平成14年の拉致被害者5名が帰国した時です。この当時は国民一人一人が解決に向けて意識が高まりました。ですがそこから17年月日が経ち、この拉致問題を知らない世代が今増えております。昭和、また平成、令和の時代になりました。この令和の時代で拉致被害者全員を帰国させましょう。その解決方法の一つとしてあるのが国民運動だと思っています。その国民運動、そのきっかけになるのがこの映画恵みへの誓いだと私は思います。どうか皆様、この映画、いい映画を作るために皆様のお力を貸してください。よろしくお願いいたします。恵みはいつも明るく愛らしい楽しい性格の子供でした。ずいぶんになるね。そうですね、ずいぶんになります。この事件は本来全マスコミ、全国民が声を上げなあかん問題や思てます。ご自分の愛する家族が拉致をされたと知った時に、皆さんはどのような気持ちになるでしょうか。どうか自分のこととして考えてください。懐かしいわ、この瀬戸内の会話。哲也、博也、そしてめぐみ、みんなで来たね。元気だったな。横田めぐみさんが13歳で拉致されてから42年、この国家犯罪を描いた日本映画は未だ一本も存在しない。